はい、皆様こんにちは、ボンバーモーセ姫です。今からセージで浄化をしていきます。はい、改めまして皆様こんにちは。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。コメントやグッド評価、チャンネル登録など励みになっております。本当にありがとうございます。そして初めて見ていただく方、はじめまして、どうぞよろしくお願いいたします。まず今日一点ご紹介させてください。先日から作り始めているボールペンなんですけれども、オリジナルボールペンなんですけれども、マウス、また若干手を加えるかもしれないんですけれども完成いたしました。ここにガムランボールも鈴もつけていて、とても可愛いです。そしてブレスレットも、ほぼ完成したので、今度ご紹介できたらと思っています。はい、今日なんですけれども、リクエストリーディングです。少し読ませてくださいね。はい、書いていただいている内容、少し前のリクエストになってしまいます。遅くなってしまって申し訳ありません。エイミヤ家がベトナムに行った際のことなんですけれども、不思議なのはアホ夫妻にアドバイスする人がいないのかしら。皇后陛下の真似をして白のスーツを何着も着たが、この国は白は喪服だそうということで、宮内庁や政府は今回のエイミヤ家のベトナム訪問を成功と思っているかどうかリーディングしていただけたらありがたいですとあります。なので今日は宮内庁や政府が今回のそのエイミヤ家のベトナム訪問を成功と思っているかどうか、そこを見ていきたいと思います。ここでいいかと思いますので、じゃあ宮内庁や、まあね、政府は今回の訪問さ成功と思っているかどうか、はい、見てみましょうね。はい、カップの2、おめでたいなはい、コインの10ですか。もうなんかこれだけお金あげたからいいんでしょっていう感じがすっごくしますね。はい、ラバースのリバース、まあこういう感じなのかな。宮内庁とか政府っていうのは、こうきちんとベトナム側と、例えばコミュニケーションがしっかり図れたとか、こうお互いに分かり合えるようなことがあったかっていうとノーなんですよラバーズのリバース、コミュニケーション取れていませんみたいな、もう分かってますみたいな感じなんですよね。でももうこれだけのほらお金で、これだけのお金をあげたから、もう私たちは通通ですよねみたいな、そういう感じを思ってるので、まあ政府も宮内庁もマナーとか、そういうものはもう一切考えてないです。もうお金あげてるからいいよねっていうのがむちゃくちゃ出ていて、そしてはい、カップの5リバース、カップの6正位置、ワンドの8正位置、
そうですね、今回の、まあ、政府や宮内庁から見たこと、まあ、立場っていうのはなんかやっぱりこう礼儀がきちんとなってないっていうのは知っています。もしかしたら白が、ね、喪服っていうのも分かっていたかもしれない、分かっていたかもしれない、失礼は承知なんだけれども、きちんと言いましたよっていうことを、まあ、宮内庁側は言ってるみたいです。伝えたんだけど、まあ、聞く耳を持たなかったのかな。なんかこう、まあね、キーコに関してもこう人の意見にアドバイスに耳を貸す人たちではないので、伝えるのは伝えたんだけれども、もうあの人たちが聞かなかったんですよっていう、ちょっとこう投げやり的なそういうものも見えるかなと。はい、そしてコインの2、聖地、カップのキング、リバース、またここでもキング、はい、コインのキング、リバースが出て、まあ成功かどうかっていうことを見ると、はい、政府も宮内庁も大失敗だった、はい、大失敗だったっていうのは分かっていて、なんかもうお金の無駄、お金の無駄、こう一生懸命やっぱりこう、まあ、裏方で頑張った方ももちろんいらっしゃると思うんですよね。でもそういう心も全くこう通じてないっていうことで、なんか結局得たものはないみたいな、ないって感じです。なくて、もう本当にね、これキングの、キングが2枚リバースで出ていますので、その無駄って分かっててやってるんだなって改めて思いましたし、こんな無駄遣いやっぱりやめてほしいなって感じです、一国民として。なんかお金をこれだけね、こうドブにね、捨てていて、で結果的に、まあ、政府も宮内庁も今回の、ことがもう全くのこう無駄なことで、ね、お金をしっかりね積んだからいいっていう考え方があるんだけど、このお金さえも無駄になりましたみたいな。そう言っていますので、でやっぱりあまりにも、まあ、キーコもエーミヤ家も、あ、そのナマズもこう子供じみているというか、こう元々のマナーとかを知らない、やっぱりこう国の代表としていけるような人ではないっていうのは、まあ、この政府たちもこうきちんと分かっていることというふうにも出ていますけれども、はい、皆様いかが思いますでしょうか。お金の無駄と分かっていて活かせる宮内庁と政府、もちろん永宮家にもものすごく大きな責任ってあるんですけれども、なんかこうどちらもなんかもう同じくらい悪かなというふうに今回リーディングをして思いました。はい、これが本日のリーディングです。最後まで見ていただきましてありがとうございます。